はい、こんにちは、ボケです。シンフォやっていきましょう。じゃあ今回はこの先にね、奥へと進んでいきましょうか。フリンがいるのかな？あれ、まだ先続いてる。ルリの回廊だって。ルリの回廊って何ですかね？あれ？これあれですね。前作でも来ましたね。どっちから行ってもいいのかな？あ、同じ場所に繋がってるんだろうな、多分。なんですね。あれ、こんな部屋なかったですけどね。なんか二択をね、迫られましたよね。ここは？誰もいない。あ、こんな作りになっていた？なってなかったよね。あ、また二択になってますね。どっちから行ってもいいんだろうな。これなんて読むんだ？翡翠の回廊。ああ、行けなくなってるんだ。あ、やべ、見つかれそう。ああ、まずい。まずいぞ。待って、痛いんだけど。待ってよ。容赦ねえな。こいつらな。あ、で、そう、新しくね、シルキンを作りました。シルキンを作って、マーメイドをね、もうお役御免してしまったんですよね。これあれでしょ？どうせ来るんでしょ？ほら、終わんないもん。一回で終わってくんないんだよな、絶対。どうよ。まだ来んの？何なんすか、これ、本当に。本当に。オッケー、どうよ。まだ来る、終わんねえよ。終わんないんだよ。アシストアタック出ちゃいましたね。すっごいたくさんいますね。うじゃうじゃいるな。全部で7人いますからね。疾風怒涛の攻撃。終わった。経験値2万8000。いやー、その経験値、亡くなった方々も惜しかったよな。あれ、こっちに扉はないのか。待って、誰かリカーム、あ、もうリカームを持っている悪魔がいないんだよな。血返しの弾を使うしかないですね、じゃあ。あ、マーメイドお役御免と言いましたけど、まだいましたね、ここに。確かね、なんかこれといった悪魔が合体で作れなかったんで、残してあるという感じで。なんか広くない？ここ。あ、またかよ。待って、これね、壁の向こうから向かって来られるのしんどいっすね。壁がなくなるまで見えないんだよね、こっちからは。行き止まりか。ここには扉があるんだよな。ちょっと待って、回復しないとな。回復できる悪魔も少なくなっちゃったな。あ、誰もいない。んー、じゃあこっち側に行く。あ、そこにも壁だらけだな。大丈夫？奥にいない悪魔。ほんと厄介。離れたいよね。あ、行き止まりか。油断しない、いるいる、いるよ、そこ。まだあるのか。扉がある。あ、宝箱だ。あ、正玉。待って、こっちは何？琥珀の回廊。ルリ、翡翠ときて琥珀ですね。多分こっちに進んでいくんだろうな。入り組んでますね、ここね。こっち側にもね、扉があるんですよね。あ、誰もいない。誰もいない部屋がたくさんあるな。待って、この隣奥続いてるの？いや、続いてないよ。じゃあ次のね、琥珀の回廊の方に向かっていきましょうか。危ないな。ちょっと封印を突かれたくないな。あ、ちょっと待って、どこだ？危ない。モイライ三姉妹が現れたぞ。弱点わかんないんだよな。こいつだけ作ったことがあるのか。あら、一発で行ってしまった。マジか。あー、どうかな。弱点わからんな。ラケシス。違うな。今倒したのがラケシスか。と、アポロ、
クロトとアトロポス、アトロポス。こいつがブフ弱点ですね。いけ、メギドしてくんのかよ。マジ。いてえ。ニヤリのメギドだからクリティカルが出るのか。今何が効かなかったんだっけ。なんでハテナになってるの今確認したやつってここに表示されないんですね。わかんねえ。やべ、何したっけ。いや、とりあえず当てれば倒せるんじゃない。オッケー。一回倒さないと何もわかんないんだ。待って、そろそろね、回復の泉とかないかな。MP がやばいんだよね、さすがに。こっち側奥何もないのか。あ、繋がってるんですね。どっちからでもいいか、とりあえず。ん？あ、気づかれた。あ、来たよ、軍勢。あ、倒した。OK、2回で終わった。1回で終わるってことがまずないですよね。大したことじゃない。闇討ち？何それ。敵ターン中一定確率で物理属性の攻撃を行う。敵のターン中に攻撃するの。闇討ち。待って、ここは宝箱があるだけかな。あ、将来石だ。多分ね、そろそろ将来石持ちきれなくなるんじゃないかなと思うんですけど。どうですかね。じゃあ、こっち側。なるべく戦いたくないな。バレちゃったよ。これどうなってんの？ここは行き止まりか。行き止まりなんで、じゃあこっち側ですね。危ない。足元から出てくんな。なんだっけ、あのゾウさん。あのゾウさんわかんないな、弱点。アイラーバタ。アイラーバタ。インド的な悪魔ですね。あ、ブフ効かないな。じゃあアギは？アギ弱点だ。オッケー。主人公がめちゃくちゃ強いですね、魔法。とにかくひたすら魔力を上げてるんで。そんで、こっちに繋がってるのか。この付近からひときわ強力な悪魔の気配を感じる。MP 足りるかな？できれば回復したいんだけど、回復の泉結構遠いところにあるんですよね。ここまで道中なかったんだよな。何が出てくる？なんだっけこれ。正気。あ、正気だ。目白いけど。多神連合、貴様も抹殺対象だ。おばばたちの命令に従い、ここで打ち滅ぼす。一度いかきどもよ、我が輩がお主らのいたずらに聞き取ってやろう。魔をよけ、鬼をも退く神の力、とくとその目に焼き付け。正気って弱点わかんないな。ガキども、遊びと思って気を抜くな。我が輩はそう甘くはないぞ。なるほど。何してくるかな。まあ、とりあえずラクンダとかしておこうね。ラクンダ、ラクンダ。いや、MP がすげえ不安なんだけど。タルンダもしておこうか。で、ラクカじゃ。一旦目はこれで終わりだな。イザボーが弱点探してくれたらいいんだけどな。ラクカじゃ。待って、こいつ、プレスター3つも持ってんだけど。落下じゃ落下じゃ、威圧の構え。敵の攻撃に備えただって。何それ？何それ？ちょっと待って。意味がわかんない。あ、プレスターンが1個なくなっちゃったんだけど。これダメだな。攻撃していかないとダメですね。全然効かない。嘘。ラクンダーしておきたいよな。100段の麻痺牙とか入るかな。麻痺は入らないのか。タルンダかけとこう。ブフ。ジオブフは等倍という感じかな。いや、動きすぎじゃない？アギしてくんのか、うざったいな。弱点疲れてしまいますね。あとザンマかな、確認してないのは。
あ、残弱点か、なるほど。やっと見つけたよ。で、ラクンダじゃあかけとこう。イーザーボンが回復してくれるかな。ウィンドウブレス。一発しか当たんないの。そう。あ、ザンマ。うん、攻撃していきましょうか。うん、効くな。麻痺とか入ってくんないかな。ダメですね。麻痺入りませんね。そしたらね、ちょっと、たるんだで。敵の攻撃力も下げておきたいですよね。で、楽か、じゃあ。メディラマすげえ回復するな。助かるな。ラクンダもしてくんのこいつ。怪力乱心。怖いな。あ、ふざけんなよ。危ねえ。あー、怖いな。ハルバティがとどめを刺されるかと思った。しぶといぞ。しぶといぞ、こいつ。どうしようかな。麻痺騎馬。まあ、麻痺騎馬やっていくしかないか。んで、落下じゃしてもな。んで、ちょっとパールバティンを下げようかな。弱点疲れてしまうんでね。んで、ま、じゃあ、ちょっと前回の最後でね、合体事故で生まれたラリオン王なんだけど、特にこれといった攻撃がないんだよな。プレロマがあるけど、対象の魔法がないからな。使い道がないんですよね。いや、マーメイドと交換しようか。マーメイドがザン使えましたね。いいぞ。で、ザンマ。まあ、引き場。まだ赤くならない。硬いな。ウィンドブレス。いや、落下じゃかけといた方がいい気がするな。楽んだ。ジャベリンレインとかもしてくるの。あ、やつの構え。これまたプレスターンが一個消されてしまう。力と力のぶつかり合い。力上げてないんだけど、そういう問題じゃないのかな。やめておこうか。どうなんだ。何も起きませんでしたね。どうなったんですかね。力を上げているとか上げてないとか関係あるのかな。わかんないけど、赤くなってるんでもうちょいで倒せますね。メデューサ MP なくなりました。ウィンドブレスやっとこうか。いいぞ。ま、つっても2ヒットしかしてないんだよな。全然ヒット数稼げないんだよな。どうよ、そろそろ終わるんじゃない ?OK、倒した。しんみりと、しんみりと、消えてなくなりましたね。いや、ポズムディは欲しいけど、いらないな。入れる隙間がないですね。ハマオン。威力が高い。ハマオン、マハンマよりハマオンの方がいいかな。あんまり、前線に立つことがないんだけど、ロストエース。よかった、倒せて。一回回復しに帰りたいんだけど、この先どうなんだろう。まだ戦うかな。一旦セーブしておいて。回復もしないとか。行きましょう。あ、地下宝物庫跡。地下宝物庫跡。あ、宝箱がありますね。ハッスルドリンゴ持ちきれない。
ってモンスター、悪魔出てくるのか。おいしい。危ないな。くそ、まだ続くのか、これ。ちょっとね、会話でやり過ごしていきますか。まだ宝箱がある。そんで、どうなってんだ？この奥は？この先に何かあるのを感じる。ちょっと待った。たらそっち側行ってみたいですね。邪魔だな。この先は、なんか結構広いんだけど。あれ何それ？え、どうなってんだ？あ、やべ、軍勢が来ちゃった。いや、それはどうしようもねえんだよな。いやー、来るよな。主人公も MP がなくなるって。ちょっとチャクラドロップ使おうかな。挑発いりませんね。チャクラドロップ21個もありますからね。ちょっとだけ使っておきましょう。これもしかしたらね、最初の場所に帰れるかもしれない。中通路。あ、ほら。はあ、帰ってこれました。なんで、ちょっと回復の泉に行っておこうか。危ない。危ないよ。来んじゃねえ。よくぞ参る。よかった。戻ってこれましたね。これ思ったんですけど、こう部屋から出た時に、こっち向きにならないんですよね。あれ、前作ってそうだったっけ？それ結構ね、めんどくさくて。部屋から出た時に、部屋から出た方向に向いてないんだよね。画面が。結構やりづらいなと思ってるんですよね。ほんでそこね、この辺りから届くのかな？あ、届くんだ。何があるんだ？あれね。ちょっと待った。仲間。パールバティと入れ替えておこうか。マーメイド。あ、ここにも宝箱があるのか。お金。珍しいですね。お金が入ってるって。現金。現金でね。危ない。危ないな。足元から出てくんな。行きましょうか、じゃあここ。どうかな？さすがに戦いはないんじゃないかなと思っています。フリンがいるんじゃないの？あ、いた。部屋の中央に貼り付けにされたフリンがいる。フリン。次の瞬間、一陣の旋風が脇を抜けた。戦う？あ、時が目にも止まらぬ速度で貼り付けになったフリンへ向かい疾走する。ちょっと。あ、気が早い。時はフリンの首めがけて、両手に持ったナタを振り抜いた。うっせえだ。ナタを持ってたんですね、両手に。時の攻撃は、フリンに当たる寸前で、イザボーにやり止められていた。さすが、イザボー姉さん。衝撃での処分に失敗。ターゲットを変更、攻撃を続行する。あれ、待って。こいつと戦うことになるのか。やはりこうなりましたわね。フリンは私たちの希望、ここで失うわけにはいかなくてよ。なるほど。私は命令を遂行するだけ。遅い、早く出番を。なんか言ってる。時って弱点あるのかな。どうなんだろう。ラクンダとかしておこうか。とりあえずじゃあ全力で叩き潰すわ。アシストゲージ溜まってますからね。とりあえず一旦目はね、どうとでもなると思うんだ。タレンダもかけておこうか。落下者、ブフーラとかしておこうか。スクカジャ。マカカジャかけてほしかったな。どうよ。疾風怒涛の攻撃。あ、全員にやりしましたよ。じゃあ攻撃していきますか。何がいいかな、ザンマ。
強い。あー、白打、白打、麻痺騎馬。2回しかヒットしないか。あー、ブフーラー。あ、もう赤くなってますね。あ、倒せた。損傷が激しい。だが、ここで退くわけにはいかない。任務の遂行だけが私の存在理由。任務の達成こそが私の存在証明だ。あ、一旦引くのか。引ける状態じゃなくない？よかった、倒せて。全然苦戦しませんでしたね。アシストアタックがめちゃくちゃ強いですよね。倒したはずの時がぬらりと立ち上がり武器を構える。まだだ。私は戦える。人間とはつくづく仲間割れが好きだね。だがもうそれも見飽きたよ。見ろ。これクリシュナの声だな。ギョイギョイ